決まってますね、これ持参してるんですよ、ピストルをね。素晴らしい。性格は船橋市の平和を守るガンマン。ビリーザキッドに憧れているということ。しかし女性は苦手、彼女いない歴42年。がっくりですね。生まれてこの方彼女がいないというね、恥ずかしいガリアさんでございます。はい、ということでまたまたゆるいキャラクターが登場しておりますね。男に次42歳、これから花を咲かせるぜということです。ハンバーグマンのグーグーも登場いたしました。花ちゃん、たけちゃん、花ちゃんも到着です。2人合わせて竹花です。はい、ちょっと大きいですね、たけちゃん。はい、おしなりくんは、じゃあ東京からやってきました。おしなりくんはステージの前にね、ご移動ください。ぴょこたん下行く。はい、じゃあぴょこたんも下行きましょう。たけちゃん、はなちゃん、相当場所取りますね。一気になんかこの密度が高くなってまいりました。はい、はなちゃんもね、ゆっくりゆっくり気をつけて足元ね。もうすでに後ろのキャラクターが見えないような状況になっておりますので、あるだけ集まりましたので、前のキャラクターの人たちにはちょっと座ってもらおうかな。後ろのキャラクターが見えないから、その座り方やだな、ガラ悪いから。あの、いいですか、前のキャラクターの子たち、座れる子はちょっと座ってもらっていい？はい、後ろのキャラクターのね、みんなも見えるように座れる子は座ってください。まあ、それだけヤンキー通りっていうか、もうタバコ吸うまでとかしちゃってるような柄悪いよ。さあ、白文字くんあたりもちょっと座れるかな。座ったら、あ、座れたら星になるんですよ、白文字くんね。そう、後ろにタケちゃん、ハナちゃんがいて、そしてビリヤマの子で42歳になります。はい、10代もいますね。はい、コマちゃんもいますよ。今年もあって、セコスのコマちゃんですね。まだ来るんですよね、もちろん。もちろん攻撃の主役、ヤナラも来てますよ。はい、皆さんアピートしております。ね、若干ハサイなんですけれどもね、アニメマドなんですよ。面取りがいいんですよ。一体一体のユーキャラにご挨拶をしているところでございます。8歳ということで驚かれているお客様いるんですけれども、8歳とは思えないアラフォーの動きが特徴のナナナでございます。Oh my God.
さあ今秘書のゆうこちゃんも到着いたしましたので、ゆうこちゃんゆるキャラ好きということで詳しいので、ね、ゆうこちゃんにちょっといろいろゆるキャラのご紹介をしてもらいたいなと思っております。はい、一緒に紹介していきましょう。よろしくお願いします。はい、ではでは一番前にどーんと座っているゆうこさんから行こうかな。はい、ゆうこさん。はい、ゆうこさん。ゆうこさんはですね、ゆうけんのゆうキャラさんなんです。はい、そしてじゃあ、ココさんの後ろにいる矢吹くん。はい、矢吹くん。あ、大丈夫、動けてますけど大丈夫。はい、矢吹くんは福島県から。おぼうがようこそ福島さんが来た。矢吹くんは矢田のことが大好きなんやね。おぉ、矢田が今どこにいるか。あー、ココちゃんと遊んでますね。矢吹くんはもう矢田の前に行くとすごい媚びへつらうんですよ。媚びへつらうんだ。そう、ちょっと矢田取れるかな。すごいすごい。ねえ、いつもこういう環境で OK って本人がおっしゃってます。めつらいすぎですよ。はい、これはすごいしっくりくしっくりくる光景です。どうかな。おーっと、ね、でもね、いいハグですね。媚びへつらくる。おっとおっと、そして矢田が手に取ったのはご入道くん。はい、おっと、あ、でも、ね、移動しちゃいましたね。ご入道くん、じゃあ私行っちゃおうかな。ご入道くん、はい、三重県のゆるキャラさんに、なんとゆるキャラグランプリ三重県で1位取りました。おお、おめでとうございます。これすごいね、舌が伸びるんですよ。おお、こうなの。ちょっと回してみようかな。どうちゃんです。はい、でコマちゃんにカラステンウィングちゃんの